社会保険労務試験を目指したのはそのお仕事との関係ですか？はい、そうですね、あの保険会社なんですけども、生命保険ってその、まあ、社会保険と、まあ、あの密接な関係がありますし、はい、FP の資格を持っているので、まあ、この次はって言ったらやっぱり社会保険労務士かなと思って受験しました。目指すために勉強する、その場合、まあ、お仕事されながらですとなかなか難しい部分ってあったんじゃないでしょうか？かなり難しかったですね。実はこの6回目でようやく合格したんですけど、フォーサイトさんの、通信教育を受けたのはここ2年なんですよ、はい、で独学でずっとやってたんですけど、もう独学じゃダメだなと思って、で、まあ、最後の独学 の、 あの試験が落ちた時にもうやめようかなと思ったんですけど、まあ、もったいないなと思って、で、まあ、せっかくなんでということでその、まあ、通信教育受けようかということでフォーサイトさんを選ばせていただいて、今回ようやく合格したっていう、ね、いやでも本当良かったです、はい、でその勉強を始めてから、まあ、どれぐらい、まあ、1日とか1週間勉強しましたか？朝5時に起きて、で2時間ぐらいやって、で土日は、まあ、7時から11時までやって、午後 1,2 時間やるっていう感じで。朝勉強しようと思ったのは何か理由がありますか？まあ、夜や帰ってからやってもなんかその一日のこうなんですかね、おりがたまった状態で勉強するっていうのはなかなかやっぱしんどいなと思ったし、朝に切り替えてしまったらそっちの方が頭すっきりして、まあ、やりやすかったんで、やっぱり朝するのが一番いいと思いますね。机に座って問題集とかテキストを開いて勉強するっていう形でした？そうですね、講義を見るときはそのスマホでこう、はい、机の上に置いて、で聞きながらこう勉強して、で、まあ、講義が終わって問題集とかになったらその問題集をこうやって、道場破りとかもご利用されながらっていう。あ、そうですね、はい、都合2年受けてるわけなんですけど、はい、1年目は環境がなかったんで DVD を使いました。あ、で2年目はその Wi-Fi があったので、もう全部スマホですね。ちょっと DVD はもう逆に見なかったって感じで。あ、はい、道場破りを使って勉強を続けたみたい。そうですね、そのやっぱり講義聞くのが良かったなと思いましたね。独学だと問題が中心になって、で辞書的にこうテキストに戻るって感じで、通して読むことないんですけど、通信教育フォーサイトさんのやつだったら加藤先生の講義とかを見るじゃないですか、はい、で見るってことはテキストを全部一通り読むってことなので、はい、まあ、それが一番その頭の整理に良かったかなと思います、ね、それぞれの受験生にとってみるとその講師と合う合わないっていうのがあって、合わないとあまり良くないみたいのってあるんですけれども、その辺はいかがでしたか？説明も分かりやすかったです、はい、先生の、ね、ありがとうございます問題の解説とかも、ね、まあ、今まで独学だとそういうものって書いてあるだけなんです。書いてない情報も先生が説明してくれるので非常に分かりやすかったです。あ、有効に使っていただいてありがとうございますで、まあ、勉強していく中で何か苦労されたこととかありましたか？暗記が一番苦労しましたね。その覚えるってことについてどのような工夫をされましたか？付箋にもう暗記するやつを書いて、まあ、リビングと、はい、あとはトイレですトイレの、ドアにこう貼りまくって、はい、それをいつもトイレしながらこう覚えてました。この資格今後どうやって生かしていきますか？今その生命保険の仕事をしているので、まあ、その知識は使えるかなと思っているので、はい、まあ、有効には活用していきたいと思っているんですけど、活用できるものいっぱいあるかと思いますので、はい、社会保険労務士の資格は、かなり、難しいです。独学でやるのはもう諦めた方がいいと思います。っていうことを初めに私も誰かに教わってたら初めからフォーサイトさんにお願いしてたかなと思います。通信教育に、フォーサイトさんに頼った方がいいと思いますので、初めからそれを選びましょう。